佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。始まりました、佐藤美久の女優道。女優でタレント活動もしております、私佐藤美久がここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から放送させていただいております番組です。どうぞよろしくお願いいたします。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいてまだ3年目の新人です。主な活動としては地上波のドラマのエキストラとして勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、毎月第1第3金曜日夜23時からはネット配信番組 Me Too Show でカタカナで佐藤美斗というネットアイドルという設定の中、ただただプレイステーションのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。詳しくは佐藤美久オフィシャルブログをぜひチェックいただければと思います。また昨年11月より豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいております。どうか皆さんアルカディア号のホームページのチェックよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーはミクの独り言。さてこのコーナーは昨年の秋からなんとなく始まりました。このコーナーミクの独り言、ただコーナータイトルにもあります通りあくまでも私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆さんに共感いただければ嬉しいです。今回のテーマは、最近は1ヶ月ずれて6月病とも言われるようになった5月病についてお話しさせていただきたいと思います。さてこの5月病とは、最近特にゴールデンウィークが明ける頃にこの5月病という文字がニュース記事に載っているのを目にすることも多くなっているようですが、そもそも5月病とは正式な医療用語ではなく、決まった定義や概念もないそうです。新年度の4月には入学、入社など新しい環境へ入ることへの期待ややる気はあるものの、その環境に適応できないでいるうちにうつ病に似た症状がしばしばゴールデンウィーク明け頃から起こることが多いことからついた名称だそうです。もともとは1960年代のハーバード大学保健センターの精神科医によって報告された大学生を中心とした青年期の無気力のレポートに由来していて、日本では1970年代以降の高度経済成長、高学歴社会、受験戦争といった時代の背景の中、とりわけ成績優秀優等生と言われた大学生に多く見られた症状のようです。その後5月病という言葉は浸透していき、今や大学生や 若者に限らず全ての世代のこの時期に現れる気だるい症状を指して使っています。そして先ほども申し上げました通り、最近では5月病の他に6月病という表現も目にすることが増えてきました。これは新社会人では5月よりも6月になって、従来言われていた5月病のような症状を訴える人が増えていることを指して6月病という表現を使うようになったようです。確かに昨今の新社会人の状況を見ると、4月から5月までは研修などが続き、実際に現場に配属されて仕事を任され始め、ようやく自分の置かれた状況を冷静に捉えることができるようになり、最初にストレスや悩みを抱えきれなくなる状態に陥る時期が6月です。さらに梅雨に入り、気候が不安定な影響も受け、心身に不調をきたす人が増えるということになってきているようです。はい、5月病最近の言葉かなと私思っていたんですけれども、私の生まれる前から5月病という言葉があったんだなというふうに知ってびっくりしました。で私も、高校卒業して専門学校に通うようになって、やはり、1年生の時の4月をみんなでこうよろしくねって言った後にゴールデンウィークを挟んで、で、また学校に戻ると1人や2人と、やっぱり学校に来なくなってしまう人がいましたね。
だこれが五月病っていうとは思うんですけれども、まあ、私もありましたね、そういう。私は五月病なのかなっていうのはあんまり感じたことはなくて、そうですね、気だるい感じというのはなかったですね。ちょっと連休が続くのかなっていう風な考えでした。まあその後に長い夏休みがやってきますので、うんっていう感じではありましたね。はい、ではここで、まあ、5月6月病に効果のあるちょっと習慣っていうのを皆さんにちょっとご紹介したいなと思います。まず一つ、むしゃくしゃしたらとにかく走ってみる、まあ、とにかく、まあ、運動が大事、もう汗かいてすっきりしようっていうことなのかなというふうに思います。こうみんなとね、もう一人で運動するっていうのもいいと思うんですけれども、みんなとこう遊んだりとか、そういうのもやっぱり運動につながってきますので、家の中でゲームずっとやるっていうのではなく、ちょっと一歩外出てみようかなっていう考えがね、あるといいなというふうに思います。2つ目はですね、可能な限り早寝早起きを実践する。いやこれはなかなかちょっと難しいかなっていうふうには思うんですけれども、ぜひ一般の方はですね、まあ私のこういう業界は不摂生というか、こう早く起きたりとか、遅い時間まで撮影があっても早い時間からまた撮影があるっていうことはありますので、一般のね方はですね、まあ、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、お昼過ぎまでは寝ないようにとか、あとは夜更かししないようにとか、こう考えていただければなと思います。そして続いて食事に気を配る、まあ、なかなかこう新社会人であったり、進学して状況であったり、地方に、一人暮らしをしに行くっていう方々はちょっと難しい部分もあるとは思うんですけれども、コンビニのお弁当であったりとか、そういうのではなく、ちょっと自分で自炊してみるっていうのもすごく一つの手なのかなっていうふうに思いますね。そして続いてはですね、大声を出す。これも、まあ、確かに大声出すとこうすっきりする感じはありますよね。私もストレス発散法として、自分の考えてる、ね、発散方法としては一人カラオケに行くということです。はい、一人カラオケだと結構こう周りを気にしなくて済むというか、大声で歌えるっていうのがすごくいいのかなというふうに思います。一人じゃちょっと寂しいなという方は、ぜひねお友達と行ってストレス発散するのもいいかなと思います。はい、続いてはですね、最後になりますね、お風呂に入って体をほぐす。これもですね、やっぱり最近の、方って結構シャワーだけで済ましちゃうっていう方結構多いかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ちょっと湯船にね使ってみるっていうのもすごくすっきりしますので、ぜひぜひ私もね結構シャワーで済ましちゃう部分もあるんですけれども、私もちょっとこれを調べていて、ちょっと改善しなきゃいけないなっていうふうに思いました。はい、そうですね、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ皆さん何かこうやる気が起きないなどの自覚症状が出ている方はですね、こう6月病になる前にぜひ一度、今言った5項目をですね、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。以上、ミクの独り言のコーナーでした。続いてのコーナーは今月の推しメン。このコーナーは毎月私佐藤ミクがいろんなメディアでフューチャーされたエピソードなどを拝見したり、目に留まったり、伺ったり、気になった方々メンバーについてミク流にご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回はなんと実際に推しメンの方にわざわざスタジオにお越しいただきました。ブレイクスルーキャリアカレッジ代表の木戸美奈子さんです。はい、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではそれではまず、木戸美奈子さんについて私から簡単な、プロフィールをご紹介させていただきたいと思います。木戸美奈子さんは石川県金沢市のお生まれで、18歳の時に服飾専門学校で服飾制作を学ばれ、20歳でお母様が経営される服飾販売会社に入社、その後30歳で独立され、服飾
企画制作デザインなどを中心とする有限会社太郎を設立。そこで8年間経営の厳しさを経験され、健康食品を中心とする会社としてリスタートされます。その後健康食品事業で大きく業績を伸ばされ、これらの経験をもとに独自のメソッドを開発。現在ブレイクスルーを合言葉に、今は普通以下だとしてもちょっとしたコツをつかむことで新しい自分に生まれ変われる、そして自分らしい事業家へ進化成長できる、これらを伝授するブレイクスルーキャリアカレッジを主催されていらっしゃいます。特に女性の経済的自立実現サポートなど、主に女性を中心に今の自分から脱皮、営業で成果を出すコツ、組織マネジメント、経済の考え方など定期的に講演活動を行ってらっしゃる、今各界から注目されてらっしゃる女性です。木戸さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと久しぶりのゲストの方なので、はい、そうですか、ちょっと緊張しておりますけれども、よろしくお願いいたします。では木戸さんのことをちょっともうちょっと深くお聞きしたいなということで、はいはい、ちょっといきなりなんですけれども、まず幼い頃はどんな女の子でしたか？はい、ね、幼い頃はもう目立ちたがり屋なんですね、私ね。あ、はい、でもう、まあ、ミクさんはもうまだ生まれて23歳でしょ、はい、そうですね、私が生まれたのが50年前って言ったら、もう、一番の第二次ベビーブームといって、まあ、人口が本当に多い時だったんですね、はい、でその中で、まあ、目立つためにはどうすればいいのかと、埋もれてたらいけないっていうことで、はい、結構目立つことに知恵を絞って、はい、まあ学校でもこうちやほやされたりとか、どうやったら人気者になるのかってことばっかり考えてた、はい、まあ、幼少時代でしたかね。すごいですね、はい、もう小さいながらに自分目立ちたいっていう願望があるって、うん、結構今の小さい子ってちょっと控えめな部分が大きい子いるのかなっていうふうに思うんですけれども、うんうんうん、ですね、まあ、兄弟の中でも、はい、まあ、親のね注目を引くために、はい、まあ、どうすればいいのかとか、うん、もう目立つことに、まあ、集中してたような、そんな幼少時代、なるほど、はい、な感じです。素晴らしいです先ほどもご紹介させていただいたんですけれども、お母様の会社から、うん、なぜこう独立しようと思われたんですか？母が、まあ、石川県は行ったことあります、はい、ないですか？金沢駅がすごいっていうことは知ってます今ね結構石川県注目されてますけども、はい、まあね、石川県にある兼六園って、日本の三大ね、縁がありますけれどもね、はい、その兼六園のすぐ近くに、まあ、うちの実家が経営する会社があって、はい、そこはブティックなんですけどもね、はい、で32年前にこう会社が作られました、はい、でまあ、そこが、まあ、最初私のスタートなんですけども、はい、まあね、10年ぐらいもそこでお仕事してて、まあ、なんかこのまま母のとこにずっといたって、まあ、やがてはまあいい従業員の一人にはなるかもしれないけれども、はい、まあある意味母のような社長にはなれないって思ったんですね。で、まあ、一つ起業をしたいなって母を見てたん で、はい、で起業がまあ自分のまあ目的というかゴール設定になってたんで、うん、自分でちょっとやる時にはこのお店にいちゃいけないってことで出ることになった、そんなきっかけです。なるほど、はい、なかなかこう10年間お母様の下で、うん、お仕事されていて、やっぱり結構10年感ってなると結構ベテランさんっていう、こう、うん、イメージがあって、うん、でそこから独立されるってなかなか結構勇気がいると思うんですけれども、うんうんうん、あまりこう なんていうんですかね、大丈夫かなっていう不安はなかったですか？そうね、もうずっと母を見てたんで、あ、何事もこう自信ですね、はったりですよもうとにかく誰もやってないことをやった方が、はい、
あの結果的に人生楽しいってことを母見てて分かったんで、周りはちょっとね、あのあだこだ言ってるのも見てたけども、うん、母が先に行ってそれで全部あの成功してたんで、はい、私も母のようになれるんだなっていうことはもう確信してたんで、だからもう10年一区切りと言って、10年はもうそのね、あの業界ではベテランだから自分でまた出て同じようなことできるんじゃないかなと、もう信じてましたよ。はい、やっぱりその小さい頃からのこう自分の根立ちたいとか、うんうん、そういう強みがやっぱり引き継がれてますなのかな。もう強いです。もうセルフイメージをもう常に高めてくれたのが母の存在というか、お母様の背中を見てですね。はい、このお母様を見ていて、うんうんうん、でここはすごいなっていう感じ、なんていうんですか、尊敬する部分っていうのはありますかね。あのね、母はね常にこう前向きなんですね。はい、だもう何事も世の中がこうマイナスでできないとか、ダメだとかって、はい、普通は言うことを彼女は必ずやりきってたりとか、ね、女が何をするんだとか、はい、会社経営の社長だとかって言ってても、まあね、案外こう女性なんてちょっと下っ端に見られがちな世の中で、社会に出て社長としてまた経済を回していくっていう、はい、うん、そこは本当に尊敬する部分だったんで、はい、やっぱり他の女性にはない部分でしたね。うん、だからそこが一番好きかな。はい、その独立されて、うんうん、実際に会社を経営されていかれる上でこれはちょっと大変だったなっていうなんかエピソードありますかね。そうね、まあね、私の仕事は中心は洋服を、はい、まあ、企画、うん、制作、はい、それからまあ販売っていうことで、はい、で地元石川県、富山県、福井県の北陸に、まあ、数ある、まあ、洋服屋さんというか、はい、ブティックさんを回って自分の商品を置いていただくことが仕事になっていくんですよ。はい、ただお店周りは別に断られたって何言われたって別に問題はなかったんですよ。はい、一番こう挫折というか一番辛かったのは、はい、あるこう目標設定があって、はい、自分が母みたいになりたい、起業しました、起業したけれども次は自社ビルを持って、はい、ね、自社ビルを持ってそれが、まあ、自分の形となるもんだっていうふうに思ったんでね、はい、で自社ビルを構えるために、まあ、銀行に行って融資を願うっていう、はい、その時にもうね、借り入れができなくって、うん、何を言ってんだと、もうあなたは無理ですなんて言われて、まあ、目標していたその、まあ、自社ビルの構想がまあ、もろくも崩れていくというそういう出来事があった時が一番辛かったですね。はい、その、辛かった時期から、うん、健康食品の事業を立ち上げられて、うん、でようやく、木戸さんの努力がこう実って、お仕事も軌道に乗ってきた2016年2月に、はいはい、人生を激変させる出来事が終わりになったんですよね。うんうんうん、そうそうそうなんですよ。はい、まあまあ、ビルが建たないっていうことがね、先ほどちょっとお伝えさせていただきましたけれども、はい、そのビルが建たないっていうことがあって、まあ、結果的に私は8年間母と全く会っていない、はい、時期があって独立してから、はい、でまた再会を募ってで、はい、まあ、母に融資を募ると、はい、自分がね銀行から借りできなかったから母からの融資と、それからまあ銀行の保証人になってもらうっていうところから8年ぶりに母と会うことになるんですね。はい、でまあ結果として融資を母の力でお願いすることができたってことと、はい、そこからの返済って時に、いやもうこの今までの私のやってたことだけでは返済能力がないってことと、はい、この先これで輝き続けられるのかなってことと、はい、あとはやっぱ目立ち続けたいっていう、はい、その意識をね、小さい頃からの、そうそうそう、はい、でこのまま埋もれてしまうの嫌だっていうこととかいろいろあって、はい、結構まあその後、まあ、その母と一緒に健康事業部を取り入れることになった後、まあね、復職だけでは無理だってことで、はい、で健康事業部を取り入れた、まあ、先に母がその健康事業部をやってたこともあって、はい、でそれをまあ
うちの会社に取り入れてみるっていうことから、まあ、さらに数年が過ぎ去るわけですよね、はい、でやがて2016年ですよ。で2016年にちょうどね、はい、熊本の地震があったのって覚えていらっしゃいますか。あ、はい、あの時に多くの方が亡くなって、はい、でね、私ね2016年に実はね、突然訪れますよ。もう健康には意識してたし、もちろん健康食品も取り扱っていたにもかかわらず、はい、癌になっちゃったんですよね。今こうやって笑ってますけど、はい、はい、で癌もね、ステージ1、はい、2、3、4ってあるじゃないですか、はい、のステージ4ってって言ったらもうそうですね、もう命にはもうね、ないですよ的な、はい、こう宣言をされるステージ4で、まあ、実は転移もあったりとか、はい、ね、あと、まあ、お医者様からの宣告で生存率が 20% とかって、はい、まあ、そんなことがあった時に、うん、2016年の熊本の地震、はい、いろんな方が亡くなってる、はい、私がもしね、たくさんの方の命を失ったあの震災が私の体の中に訪れたとしても、私はまだとりあえずは20年生存率があって、はい、まだ生きていけてる、はい、うん、今日の1日が実は誰かが生きたかった一日かもしれないなって思った時、はい、うん、なんかこう一日一日大切にしなきゃいけないなって本当に思った出来事、はい、うん、これがやっぱり2016年の私の人生を変える最大の出来事だったと思いますね。はい、すごいですね、うん、で、そういう癌になられて、うんうん、克服されて、はい、でその後なんと5月18日に本が発売されるということで、2016年でしょ、はい、私ががんに宣告されて2016年のその時に何か残したいなって、まず一日一日大切な出来事を私が実感した時に、誰かにこのメッセージを残したいなって、今生きていること、今当たり前じゃないこと、はい、ちょうど、はい、本がですね、いや、もう本当にありがとうございます、はい、ブレイクスルーを実現するための17のヒントですね、はい、ですね、はい、みんなが元気でいられていることの奇跡、はい、今あることのありがたさっていうものが、まあ、この本の中にいっぱいいっぱい埋まってます、はい、私も拝読させていただきまして、ありがとうございます。とても読みやすくて、うんうんうん、で女性のこう生きるためのすごく参考書になるな、嬉しいな、ありがとうございます、思いました。本当に若い世代にぜひ読んでいただきたい一冊だなと思いました。まあ、結構こう読んでいる中でちょっと痛いとこ疲れてるなっていう私の部分もあるんですけれども、そうですか、はい、ぜひ皆さんご覧いただけたらなと、はい、思いますので、この番組ではちょっと時間の関係でちらっとだけお話しいただいた事柄について、うん、それぞれもっと細かく丁寧にご説明されていらっしゃるので、ぜひ皆さんお買い求めいただき、お読みいただければなと思います。ぜひぜひぜひお願いいたします。ではそれでは木戸さん、恐れ入りますが、はい、他に、告知などございましたらお願いいたします。はい、まあ、そういったことで、もう人生たった一回の人生ですから、皆さんね、謳歌しましょうよ。でね、この中に17のヒントが書いてあります。ブレイクスルーですよ。もう自分の殻を打ち破ってどん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 羽ばたいていただきたいなって思うんですね。で、今回5月18日に発売と同時に、はい、出版記念講演会、はい、地元で開催される予定になっています。随時で、他県でもオファーがあればどんどん出ていきたいなって思っております、女性の進出、それから社会に向けてのいろんな経済活動がね、この中にいっぱいありますので、通して伝えていけたらなと思います。あとアマゾンでも、7月の30日からもう発売、されていますしね、はい、予約、先行予約でね、はい、発売されてますし、あと、金沢市内、石川県ですね、県の、書店ではですね、結構取り入れていただいている書店さんも多くございますので、はい、そちらの方でも販売させていただいております、はい、ではですね、
まあ、ちょっとお時間となってまいりまして、はい、今回のゲストは、ブレイクスルーキャリアカレッジ主催の木戸美奈子さんでした。木戸さん本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。いつものことながら本当にあっという間です。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、ありがとうございました。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。